では続きまして、先ほど市川智也さんのお話にも出てきました、今回門番役で、毎回毎回面白いメイクで会場の方を温かく笑いの渦に包んでくれた寺尾大成君にお話を伺います。こんにちは。こんにちは。今回門番役として出ましたけども、なんかこう心意気とか注意しようとし思っているところってありますか？特にないです。もうただ城を守るのみです。その意思だけです。以上。急に食ったから言われました。ちょっと若干口紅がの跡が残って唇真っ赤なんですけど、それ乾燥？乾燥っすね。これもうなんか紅を塗りすぎてちょっとヘルペスできましたよ。まあ、ヘルペスじゃないと思うんですけど、まあ、それは置いといて、結構毎回毎回僕楽屋一緒だったんですけど、舞台1回ずつ公演終わるたびにお客さんの反応とか自分のセリフがうまくいかなかった時にちょっと落ち込んでる雰囲気もあったんですけど、何に落ち込んでたんですかあれ？セリフが出てこないや、まあいろいろです。申し訳ございませんでした。すいません。頑張ります。もうこれ以上出てこなさそうなので、太郎さん、じゃあありがとうございました。最後に一言お願いします。センキュー。寺尾大成さんでした。ありがとうございます。